はい、アキゲームズです。塩化の宮の常夜霊廊にある迷路ギミックのクリアの仕方を解説し、その後挑戦できる世界任務伊達の挑戦状の進め方を紹介し、その中で出てくるギミックのクリアの仕方も解説していきたいと思います。今はこの辺りにあるワープポイントの近くに立っていますが、ここから東方向を見ると下の方に迷路ギミックがあるのがわかります。ここの迷路には常夜の間にだけ出てくる青い壁と、光っているところにある4つの水の元素石碑がありますが、ギミックをクリアするためには常夜の間に迷路を通って4つの水の元素石碑に明かりをつける必要があります。今は初期状態になりますが、赤丸のところに壁があるため迷路をクリアできない状態になっています。この壁を装置を操作することによってなくしていきたいと思います。ここから装置のところに向かいますが、装置はワープポイントから東方向に降りたところにあり、昼夜を切り替える装置と白夜の間に操作できる三角装置が2つあります。今白夜にしましたが、白夜にすると常夜の間に出ていた青い壁と4つの水の元素石碑がなくなります。ここから装置を操作していきますが、まず左側にある三角装置を1回攻撃すると、3層ある壁のうち中央の壁が回転します。次に右側の三角装置を1回攻撃すると、一番内側にある壁が回転します。全体像はこんな感じになっています。初期状態からは左を1回、右を1回叩けばいいのですが、すでに何回か叩いてしまった場合は、この形と同じ形になるように装置を叩いて調整するようにしてください。次に昼夜を切り替える装置のところに行って常夜に切り替えます。常夜にした後に全体像を確認すると、迷路をクリアするのに邪魔だった壁がなくなっているのがわかると思います。ここから迷路をクリアしていきますが、迷路は上からは入ることができませんので、一度地上に降りてから横から入ることになります。迷路の中に入ったら、一つ一つ水の元素石碑に明かりをつけていきます。迷路の中を走っているときは方向感が分かりにくくなるのですが、上から全体像を見ていたと思いますので、それを思い出しながら水の元素石碑のところに向かってもらえればなと思います。今3個目に明かりをつけたので、最後の4個目に明かりをつけると格子が開きます。格子は迷路の中央にあったので、そこから下の階に降りると豪華な宝箱があるので取っていきます。宝箱を開けると伊達の認可状という任務アイテムを入手することができます。すぐ近くに塩化の宮人の幽霊がいますので話しかけていきます。この会話が終わると世界任務伊達の挑戦状が発生し、伊達の鍵を入手することができます。マップを開くとマーカーが出ていますので、近くのワープポイントにワープしていきます。ワープポイントに到着したらマーカーの方に向かって進んでいきます。任務の目的はもう一つの伊達の認可状を手に入れるとなっています。マーカーの近くに到着すると、格子の隣に装置があるので近づいていきます。ここで伊達の鍵を使用すると格子が開くので、下の階へ降りていきます。下の階に降りると宝箱が見えるので、そちらに向かって進んでいきます。宝箱の上にキラキラがあり、近づくと閲覧することができますので読んでいきます。この紙切れにはギミックをクリアするためのヒントが書いてあり、常夜にてこの迷宮の両端を左右対称にするとあります。ギミックの全体像を確認すると、白夜の時だけ操作できる三角装置が2つあり、
中央の柱のところに格子を開くことができるレバーがあるので開けていきます。格子を開くレバーはもう一つあるのでそちらも開けておきます。格子がなくなって見晴らしが良くなったので全体像を見ながら説明します。ギミックをクリアするためには常夜の状態で左右対称にするというのが条件になりますので、右下の図のような形にすれば良いということになります。右下の図はここのギミックを上から見た完成イメージ図となっており、青色のところは常夜の時のみ現れる青色の壁を示しています。赤色、黄色、黄緑色のところは三角装置を使って動かせる壁を最終的にどこに持っていけばいいかというのを示しています。ここからギミックをクリアしていきたいと思います。まず昼夜を切り替える装置のところに向かい、白夜に切り替えます。白夜になったら宝箱のところから見て右手にある三角装置のところへ向かっていきます。2つの格子は開いた状態にしておいてください。三角装置を何回か叩くと壁が3枚ともこちらにやってきます。すでにギミックを進めてみて形が変わっていた場合でも、この形と同じ状態にしてもらえればこの後は同じように進めることができます。宝箱の近くの格子を閉めてから反対側にある三角装置の方に向かっていきます。こちらの装置も2回以上攻撃すると2枚の壁がこちらにやってきます。次は宝箱と反対側にあるレバーを操作して格子を閉めていきます。格子を閉めたら最初に操作した方の三角装置に向かい1回だけ攻撃します。そうすると真ん中の壁だけが動いて中央で止まります。これで準備は終わりましたので、昼夜を切り替える装置のところに行って常夜に切り替えます。そうすると宝箱の封印が解除されるので取っていきます。宝箱を開けると伊達の認可状を入手でき、アチーブメントも達成できます。次の場所のマーカーが出ていますので、近くのワープポイントにワープしていきます。ワープポイントに到着したら、東方向に向かって降りていきます。迷路の状態は最初にクリアした時のままと同じ状態で残っていますので、格子があったところから下の階へ降りていきます。下の階に降りたら、伊達さんに話しかけていきます。伊達さんとの会話が終わると密室を開放してお宝を手に入れるとなるので下へ降りていきます。ここでアイテムを使用すると扉が開くので中に入って宝箱を取っていきます。宝箱を開けると任務完了となり、白夜国地理水分子を入手することができます。この本は別の世界ネームで使用することになります。このチャンネルではギミックの解説や素材の回収ルートなど旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録・高評価の方をお願いいたします。またニルダムでは毎日ライブ配信、 Twitter では最新の情報をつぶやいたりしております。また法要ラボでも記事を書いたりしていますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では